おはようございます。おはようございます。皆さんもう2022年も終わりが近づいてきましたね。はい。いや今年いつでも本当にいろいろありがとうございました。めちゃくちゃ早いです。早いです。1年がエグいです。年を取るとより1年1年が早く感じるようになりましたけど、本日のテーマはですね、今年も終わりが近づいているということなので、皆さん株式会社ビルライトの中でですね、今年一番もうこういう従業員めちゃめちゃ頑張ったなーって思う従業員を想像しながらですね、こういうことをしていったら会社の幹部陣、役員陣に評価されるっていう部分なんかのお話なんかを聞かせていただけるとありがたいなと思うんですけど、お願いしてもいいですか？我々から見てて、あ、こいつ頑張ってんなーって思う子がどういう子か、はい、あ、そうですそうです、はい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 、そういうのめっちゃ欲しいです。あ、どうだろう、めっちゃおるから頑張ったやつ全員間違いないです。それはもうちょ、もう大前提として皆さん頑張ってくれてるのはこっちの上で、そうですね、中でもみたいなのが欲しいですね。なるほど。ありますよ。やっぱりもちろんうちも今120人ぐらいとかいますから、はいはい、見てて本気だなっていうこと、そうじゃないなっていうことってやっぱり一目瞭然なんで、なるほど、従業員側が思ってる以上に上はめっちゃ見てるんですよ。あ、僕ら幹部もめちゃくちゃ見てるんで、はい、メール一つとか、なんかチャットの中のやり取り一つとか、ちょっと会って話した時の発言一つも全然やっぱり分かるんですよね。もう一挙手一投足をとにかく見まくってると。結構見てるっす。やっぱその役職を持ってる人ほどそういう洞察力っていうか、はい、高いんで、はいはい、なんか分かるんですよね。なるほどですね。じゃ逆にそういう時に、あ、今の動きめちゃめちゃいいじゃんみたいな動きっていうのって、なんか具体的にもらえたりしますか？いや、でもあれなんですよ、一番頑張ってて多分一番成長したやつかなと思ってて、今年1年は。はい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 。でやっぱりそうやってその成長する前と今で全然動きが違うんですよ。例えばじゃあ誰よりも早く会社に来てるとか、誰にでも挨拶するとか、結果が出る方法をただひたむきに考えてるとか、役職を持ってもゴミ率先してきれいにする。でその子ってもともと一般スタッフで全然その仕事にも評価されてなかったのが、今責任者になってそういうのを巻き返ってる。それでまあずっと役職上がって満たすからもずっと最近達成できるようになってきて、成長したやつがいるんで、まあやっぱそういう積み重ねなんかなというふうに思うんですけどね。あれですね、こう営業能力だったりとか仕事の起きる面も、まあ、もちろん大前提として大事かもしれないですけど、こう人としてっていうところなんですかね。そうですね、人間性みたいなところも含めてこうしっかりと謙虚にやってる方っていうのが評価につながりやすいですかね。そうですね。高橋先生なんかいただきます。僕一番思うのは、その広告連絡相談がうまい子がやっぱり伸びやすいのかなと思うんですよね。その問題点の報告もそうですし、自分がこうなりたいっていうビジョンを共有してくれることで そこに引っ張ってあげやすいっていう。ああ、はい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 。すごく仕事がしやすい子が伸ばしやすい子ってそういう子で、まあ、現に、まあ、僕が思い描いてる子は今年2段階昇格してるんです。1年間です。1年間でです。あ、すごい。だから僕も結構いろいろあるはあるんですけど、はい、それこそこの間の表彰式があって、はいはいはい、そこでパーってこう表彰されてるメンバー見た時に、正直1年前だったりとか、もう入社したての頃はもう結果も全然な子がたくさんいて、うん、はい、本当にもう下から2番目3番目ぐらいのこの子大丈夫かなみたいな子たちがこの間の表彰式では全員1、2、3位みたいな感じで、上位を占めてて、なんかすごい感慨深かったんですよ。はいはいはい、あ、こいつが表彰されるまで行ったんだみたいな感じで思ってて、じゃあ何が違うのかなというか、なんでこれ時間かかってでもその成績が出せるようになったのかなみたいな思った時に、やっぱりマインドだと思うんですよね。結局すごく大枠でいくと、はいはい、そのマインドの部分が上向きか下向きかだけでやっぱり長い年月かかると全然違うと。よく言うじゃないですか、 1.01 の法則みたいな、はい、1.01×365 が、37倍とかなんかになると、で 0.99×365 は 0.0265 とかになるみたいな、はい、だからこのちょっとの違いでも上向いてるか下向いてるかで1年間かけたらそんだけ違うと。やっぱそこで見ててやっぱりこうマインドの部分がちょっとでもやっぱ良くしたいっていう部分だったりとか、もちろんそこからも諦めないっていうところだったりとか、なんかまあ負けず嫌いとかっていうところも含めて、仕事に対するやっぱり姿勢考えみたいなところが、結果出てなかったけどやっぱそこに対して下向きに頑張ってたなって子は1年前と比べてもう如実に
その結果として違うなっていうのをちょうどこの間の表彰式で思ったんで、はい、やっぱそこだよなみたいな。いや確かにそうですね。そこをちゃんと見てあげてる看護師の方たちも素晴らしいですし、めちゃくちゃ見てるっすよ。本当に、あの看護そのこそ YouTube の、はい、相談会で、はい、従業員の子たちもやっぱ来て、はい、なんか相談を受けて、はい、いや看護の人たち5人にこんなに真剣に僕のこと考えてもらえるなんてって言うんですけど、はい、ずっと考えてるから。めちゃくちゃ考えてるから。はい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 。なんかその成績以外の部分とかでもそうやってちゃんと様子を見てくれて、それが評価につながってって。でまあ、それこそ高山さんの話じゃないですけど、こうほうれん草を上げることによって自分の行動をこういうふうに評価してほしいっていう部分なんかも明確になるっていう、この会社の文化を含めて成長できる環境がすごく整ってるなっていうのをお話をお伺いしてすごく感じることができました。なんでじゃあもう来年2023年頑張って評価されたいなっていう方たちにすごくシンプルなアドバイスとしたらどういったことが挙げられますか。なるほど、来年1年を飛躍の年にするために、エターナルロマンス的な年。エターナルロマンス。さっきちょっと無視されたから。マジですか、いじられてました。でもなんか1年後の自分をイメージして辿っていくっていうのが一番いいのかなと思いますよね。なんか漠然と走ってもやっぱりどこに向かってるのかわからないっていうところもありますから、自分で明確に目標を決めてそこに向かっていくための道筋を作っていくっていう一年にしたらよりゴールに近づくんじゃないかなと思います。はい、確かに深いね。でもなんか俺も同じような感じですかね。2023年目標これバーンって出したらそれどっかに書いといて、それを見る頻度を増やすのがいいのかな俺、はいはいはい、一番最初に決めた目標とかってその時間が経ってですね薄くなっていくから、だからそれを見る頻度を増やして、でそこに向かっていく。でそしたらなんかその1年後とか経った時に、あ2023年の一番最初元旦の時にこの目標を掲げたのを1年経って達成したやんとかってやったら、それがめちゃくちゃでかいと思うから、目にする頻度増やすのがいいんじゃないかなって思いますね。いや僕もこれしかないですよ。ユンケです。それは、それは僕あの回しもでも何でもないんですけど、はい、ユンケが最強なんですよ。なんか風邪ひきそうだなみたいな時とかにとにかくユンケル飲むんですよ。はいはいはい、はい、そ元気になるんですよ。需要競争なんですよ。あれ何の話してます今。いやいや来年1年で結果を出すための助言ですよね、はいはい、そうです、ユンケルです。違う、これねユンケルが安いユンケルじゃダメなんですよ。一番高いユンケルなんですよ。コンビニで2000円ぐらいするユンケルなんですよ。はい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 、やっぱりやっぱり体調管理なんですよね。これから頑張ろうとしたい人2000円のユンケルうちうち何本も買われへんすから俺が当たる。飲んじゃダメだと思います。当たる。ユンケル支給ですね。でも健康第一ですね。はい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 、年取れば取るほどそれは実際思うっすよ。やっぱり体が資本なんで、やっぱモチベーションとかそれだけで何ともならない部分があるんですよ。いや確かに。だからちゃんとその体調管理も含めてユンケルですね。なるほど。ユンケルを絡めていくっていうのが多分一番近道だと思います。2023年勝ちたければユンケルを食らえと。そうそうそう、もうもし本当にこの動画がでもし100万とか再生いったら、まずユンケルから僕に、はい、ちょっとお金払ってほしいです、ね。いや間違いないですね。ユンケル あの関係者の方もしこの動画見たらコメントお願いします。はい、ということで本日はですね、今年1年頑張った従業員の方たちとか、あとは2023年に向けてですね、これを、掲げてやっていくといいよということのアドバイス、本当にありがとうございます。じゃあもうきっと年の瀬も近いので、なんか最後高山さん、年の瀬にふさわしいことをお願いいたします。来年またお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。